年は夏休み取られましたね。取りました。13日から15日まで家族と食事に行ったり。本当は昨日までなんだけど、今日一応雨が降りそうなので休みになりました。プールに行ったぐらいです。シンプルに河川敷を散歩とかランニングとか、誰にも何も言われない環境で。こちらの女性は災難に遭いました。下呂温泉行って、台風に巻き込まれちゃって。両親との旅行中、台風7号が日本を直撃。ただある場所を訪れたことで事なきを得ました。カエル神社っていう、無事に帰れますようにってお参りできてよかったかなと。旅行は3年ぶりだという東京から来た家族は。ジブリパークですね、はい、ちょうど今から予約が取れましたので。家族の念願だったジブリパークへの旅行、心ゆくまで満喫しました。予算10万円ぐらいを持っているというところですかね。楽しい旅行は楽しい。他にも去年はどこも行ってないですね。8月の末ぐらいにちょっとどっか出かけようかなと思ってるんですけど、三重とかの方に泊まりで一泊ですね。ひいおばあちゃんに会いに行きます。コロナがあったりとかしたんで3、4年ぶりとか。4泊で20万くらい使うので。